今日も JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は北区線正木矢掛方面霧島臨山を望み九州山脈を横断する観光列車新天王人吉行きです。吉松を出ますと正木矢掛おこばの順に終点人吉まで各駅に停まります。ゆっくり走りますので日本一の車窓をお楽しみください。観光列車ですのでお座席に番号がついている席はすべて指定席です。切符やお座席についてのお尋ねは客室乗務員までお申し付けください。ワンマン運転ですので車掌は乗務していません。この列車は全車禁煙です。また車内への危険物の持ち込みはお断りします。駅や車内などで不審なものを見つけた場合は触らずにお近くの係員までお知らせください。お客様のご協力をお願いします。人吉行き観光列車新平号です。まもなく発車します。ドアが閉まります。お注意ください。ドアが閉まります。JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は人吉行きワンマンの観光列車です。吉松を出ますと正木矢掛おこばの順に終点人吉まで各駅に停まります。次は正木です。ご利用くださいましてありがとうございます。この列車は人吉行き新天王号です。これから列車は由緒ある駅舎や霧島山脈が広がる日本三大車窓を望み陸線や新地文化を体感しながら険しい山道をゆっくりと走行してまいります。終点の人吉には16時35分の到着です。本日ご案内します運転士は丸山、客室乗務員刈谷です。ただいまから切符の拝見に参ります。切符やお乗り換えなどご不明な点がございましたらどうぞ気軽に声をかけください。また後方車両1号車のカウンターには乗車記念のスタンプをご用意しております。どうぞ気軽にお立ち寄りください。それでは皆様のんびりとした旅をお楽しみください。観光列車新天王の名前
は15時34分です。
まもなくドアが閉まります。少々ください。右手には先ほど止まりました正木駅がご覧になれます。
日本三大車窓です。ここで新鮮な空気を吸いましょう。皆様窓を開けてご覧ください。右手に見えます山々は霧島連山です。この雄大な霧島連山は昭和9年3月16日に霧島国立公園として瀬戸内海雲仙とともに日本で最初の国立公園に指定されました。現在は霧島近郊は国立公園に指定されています。一番高い山が唐国岳で標高が1700メートルあり、7合目付近は年間約80万人の観光客が訪れる海老の高原です。唐国岳の後方には天孫降臨の地といわれる高千穂の峰がそびえています。江戸時代には薩摩藩の領主だった島津氏もしばしば祖山に訪れたといわれています。手前の京持温泉郷の湯は掘削中の落雷によって突如噴き出したといわれ、昔は雷温泉と呼ばれていたそうです。流れている仙台川は九州では筑後川に次ぎ第二の規模を誇る河川で、最上流部は熊本県、その後宮崎県、鹿児島県と3県をまたぎ東シナ海まで続いています。とても視界の良い日には霧島連山の右裾、山と山がくぼんだあたりに鹿児島県のシンボル桜島が見えることがあります。皆様本日は桜島見えております。確認できましたでしょうか。桜島なかなか見えることが本当に少ないんですが、今日はとても皆様ラッキーです。来年はいい年が迎えられるといいですね。お写真撮れましたでしょうか。それでは名残惜しいところでありますが、まもなく発車いたします。窓を開けたお客様、トンネルに入りますのでお閉めいただきますようにご協力をお願いします。
アが閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。430m
電気ダックで、右上に少し見える線路が人吉駅から登ってきた線路です。ここが駅は檜の林で隠れて見えませんが、林の向こう側になります。列車は今からループ線をぐるっと一周して下っていきます。小倉駅を発車した列車はこの下のトンネルを抜けて人吉へ向かいます。
車の右手側には石造りの給水塔があります。そして最後、駅舎の中にはたくさんの名刺が貼ってあります。いつ誰が始めたか分かりませんが、皆様旅の思い出に貼って帰られてはいかがでしょうか。おこま駅発車時刻は16時23分です。最後の停車駅となります。Thank you.
上下車に乗らました。
九州横断特急8号別府行き16時48分発1番乗り場、八代行き普通列車は17時30分2番乗り場、熊本鉄道湯の前行き17時27分発5番乗り場からです。皆様、昔にタイムスリップしたようなレトロな旅を楽しんでいただけましたでしょうか。今年も JR 九州をご愛顧くださいましてありがとうございます。2016年も日本三大車窓を望む三田風呂新平号に乗って視察船の旅をお楽しみください。どうぞこれより先もお気をつけていってらっしゃいませ。観光列車新天号をご利用くださいましてありがとうございます。